奴らみんなしゃがみなさいよ。肩車してやろうか。 No, thank you。 私ペンライトなんて初めて振るかも。こういうのってコツとかあるの？メンバーごとのカラーはありますけど、楽しく気持ちのままに振ればいいと思いますよ。もちろん周りの方のご迷惑にならないようにみんなで調和することが大事ですね。気持ちのままに調和。ありがとう、やってみる。いや真面目だな、難しく考えすぎだろう。レイ、トリオさん、今日は誘ってくれてありがとうございます。うん、パレオが誘ってくれなかったらこんな機会なかったかも。いえいえ、パレオの好きを皆さんとシェアできたら嬉しいなと思いまして。はい、一緒に来れて嬉しいです。だな、チュチュも来てくれたしな。たとえジャンル違いであってもチェックする必要があると思っただけよ。パレオも皆さんとご一緒できて嬉しいです。あ、始まりますよ。皆さんこんにちは。オールデイズ武士道公開収録、来てくださって本当にありがとうございます。キャー、イブちゃん、わあ、びっくりした。それでは早速今回のゲストを紹介しますね。パステルパレットの皆さんです。こんにちは。イブちゃん、今日は一緒に盛り上げようね。もちろんです。それでは早速新曲参りましょう。ありがとうございました。皆さん、いかがでしたか？チュ様も楽しんでくださってるみたいでよかったです。楽しんでなんかないわよ。アイドルのサポートには入ったことはあるけど、パスパレってすごいね。笑顔になっちゃう力があるね。はい、胸がキュンってしちゃいます。それではここからはラジオ収録に入ります。オルブ氏おなじみのあのコーナーから参りますよ。気合入魂。お便りありがとうございました。本日採用させていただいたオルブシリスナーの皆さんには番組特製ステッカーをお送りいたしますね。イブちゃん、番組始めてから MC がすごく上手になったわね。頑張った証拠ね。ありがとうございます。うんうん、私もイブちゃんに負けないように頑張るよね。うん、早速噛んじゃったよ。やっぱあやちゃんはそうでなくっちゃ。はい、あやさんの MC はほっこりできるのでとても素敵です。イブさんのラジオ、楽しいだけでなくアットホームな感じですごくいい番組だなって思いました。ありがとうございます。この番組は私一人のものではなく、私とスタッフさんたち、そしてリスナーの皆さんで作る番組です。これからもお互いの声をちゃんと聞くことができる、そういう番組にしたいなと思っています。イブちゃん、この番組からパスパレを日本全国にお届けして、もっと多くの人たちにパスパレのことを知っていただく、そしてゆくゆくは天下を取りましょう。いいぞイブちゃん。前に聞いた時はおかしな話だと思ったけれど、それもパスパレの夢の一つなのかもしれないわね。ですね、可能性は無限ですから。
皆さん一緒に頑張りましょう。皆さんとってもいいお顔です。この光景を胸にこれからも精進しますね。全力で一生していきます。パレオのパスパレ愛は永久に不滅。